ナポレオン戦争、ナポレオン戦争、ナポレオン戦争は、フランスの第一失世期及び第一帝世期の一連の戦争の総称。ナポレオン・ボナパルトが第一失世に就任した1799年11月9日を、境に、フランス革命戦争とナポレオン戦争の二つの局面に分けられる。総裁政府下で、ナポレオン・ボナパルトが指揮した第一次イタリア遠征。 エジプト遠征を含めることもある。ナポレオン戦争は、フランス革命戦争後の混乱期に始まった。フランス軍を率いたナポレオンは一時期ヨーロッパの大半を征服したが、スペイン独立戦争とロシア遠征で敗退し、ワーテルローの戦いにおいて決定的敗北を喫した。1815年11月20日の第2次パリ条約の締結をもって、戦争は終結し、 ナポレオンは失脚した。1792年に開始されたフランス革命、戦争から断続的に戦争状態が続いていたため、一連の戦争を合わせて大フランス戦争、大フランス戦争、グレートフレンチウォーとも呼ぶ。ドイツでは、対仏大同盟戦争、対仏大同盟戦争、コーエリシャンスコーリッジ、1813年以降のドイツ解放の戦いを、 解放戦争とも呼ぶ。大同盟戦争以来100年以上にわたって続いた英仏間の対立関係を第二次百年戦争と見る見方もある。フランス革命戦争とナポレオン戦争との間をどこで区切るかについては、1803年5月のアミアンの和訳の破棄を境界とする見方が一般的ではあるが、他にも1796年3月のナポレオンによる第一次 タリア遠征の開始を境界とする見方、1799年11月のブルメールのクーデターを境界とする見方などがある。本項目では革命戦争の途中である1796年3月以降の戦役について述べる。ナポレオン戦争ではヨーロッパ大陸に加えて世界各地の植民地も戦場となった。このため7年戦争に続く2度目の 世界大戦であると言われる場合もある。すべてのヨーロッパの国家が多かれ少なかれナポレオン戦争に関与した。ナポレオン戦争では何度も戦線復刻と講和が繰り返されたため、フランスとイギリスが一貫して対立関係にあったことを、除、参戦国は途中で入れ替わりがある。フランス側の同盟国から退屈大同盟が会え、あるいはその逆へ立場を変えた国もある。 ナポレオン戦争以前のヨーロッパの絶対主義諸国は、傭兵を主体とした軍隊を有していた。フランス革命を経たフランス軍は、革命の成果たる、共和国を防衛しようという意識に燃えた、一般国民からある、国民軍へと変質していった。フランスは18世紀末の時点で、ヨーロッパではロシアに次ぐ大きさの人口ブロックであった、ため、徴兵制度の実施において有利であった。だが、 ナポレオン戦争の過程でドイツをはじめとする各国にも国家主義の運動が高まり戦争後期には各国軍とも国民軍の性格を強めた国民軍となったことで軍隊の規模は拡大した直前の七年戦争において二十万人を超える軍隊を有した国はわずかであった一方フランス革命戦争中の災害時における フランス軍の人員数は15万人に達し、ナポレオン戦争期間中のフランスの総動員兵力は300万人と推定される。こうした動員制度を整備したのはナザールカルノであった。さらに産業革命の初期段階にあったことで兵器の大量生産が巨大な軍隊の装備を可能にした。戦争期間中、イギリスは最大の武器生産国となり、 同盟諸国への武器供与を実施した。フランスは第2位の武器生産国であった。国民軍の兵士たちは強い愛国心を持ち、また団結力を有していた。彼らは逃亡の恐れが低いため、三平戦術のような兵士の自律的判断に依存する戦術を用いることができた。巨大化した軍隊には、師団と呼ばれる1万人程度の独立行動可能な、 作戦単位の編成が導入され、大部隊の柔軟な運用が可能となった。こうした軍政改革でもフランスは他のヨーロッパ諸国に先行した。不評の主力兵器はフリントロック式前操縦であった。ライフルも使用されていたが、当時は装填に時間がかかり、弾丸を生産する工業技術も低かったため一般的ではなく、後方支援に多少使用される程度だった。 不評部隊は、精密な狙いを定めずに敵に向けて弾幕射撃を行った。砲兵は、それまでは、不評の援護のもとに行動する、機動性の低い部隊であったが、フランス軍では、機動性を高めた独立した部隊として編成された。ナポレオンは、砲弾のサイズを標準化し、砲兵部隊間での融通を容易にした。兵艦は、未だ鉄道が未発達であったため、 各国軍とも現地調達によるしかなかった。フランス軍は人口密度の高い中部ヨーロッパでは円滑な調達により高い機動性を発揮したが、人口気迫なロシアやイベリア半島では機動力が鈍った。遠距離間の通信には腕機通信が導入され、戦争機関を通して使用された。また、熱気球による空中偵察が 1794年6月26日のにおいて初めて実用化された。ナポレオンは巧みな戦略的軌道によって有利な状況を作り出すことを得意とした。最良の兵隊とは戦う兵隊よりもむしろ歩く兵隊であるというナポレオンの言葉や皇帝は我々の足で勝利を稼いだという大陸軍の兵士たちの言葉にこの思想が現れている。 カスティリオネの戦いでは分散して進撃する2倍のオーストリア軍に対して機戦を制して起動し、括弧に撃破した。ウルムの戦いでは敵主力の側面から背後を大回りに移動し、オーストリア軍主力を包囲して降伏に追い込んだ。海戦においてはナポレオンは自軍の一部をもって敵主力の攻撃引きつけ、その間に主力をもって敵の弱点を突く作戦を得意とした。 アウステルリッツの戦いやフリートラントの戦いはこの成功例の最たるものと言える。1792年のフランス革命戦争の勃発により1793年にイギリス、オーストリア、プロイセン、スペインなどによって第一次大仏大同盟が結成された。この戦いにおいてフランスの総裁政府はライン方面から2個軍。 北イタリア方面から一個軍を持って、オーストリアを包囲攻略する作戦を起としていた。1796年3月、イタリア方面軍の司令官に任命されたナポレオン・ボナパルトは構成に出る。まず、これまで最前線で、フランス軍と対峙してきたサルデーニャ王国をわずか1ヶ月で降伏させ、オーストリア軍の拠点マントバを包囲した。オーストリア軍は、 マントバ解放を目指して反撃に出るが、ナポレオンの前にカスティリオーネの戦い、8月5日、アルコレの戦い、11月15日から17日、リボリの戦い、1797年1月14日で敗北する。2月2日にマントバは解除。オーストリアは停戦を申し入れ、4月18日にレオーベンの和訳が成立した。10月17日、 フランスとオーストリアはカンポ・フォルミオの和訳を締結。フランスは南ネーデルラントとラインガー・サガンを併合し、北、イタリアにはチザルピーナ共和国などのフランスの衛星国がなした。オーストリアの脱落で第一次大仏大同盟は崩壊した。フランス軍は強力な海軍を有し、制海権を握っているイギリスに対しては打撃を与えられなかった。そこでナポレオンは、 イギリスとインドとの連携を立つため、オスマン帝国領エジプトへの遠征を総裁政府に進言した。1798年5月19日、ナポレオンの率いるエジプト遠征軍はトゥーロン港を出発。途中マルタ島を占領し、7月2日にエジプトのアブキール湾に上陸した。7月21日にはピラミッドの戦いで現地軍に勝利。ついでカイロに入場した。 しかし8月1日のナイルの海戦において、ネルソン率いるイギリス艦隊に、フランス艦隊は大敗し、ナポレオンはエジプトに孤立してしまう。他方、イギリスがマルタ島を占領したことで、海上の通商権を侵害された、デンマーク、スウェーデンと、イギリスの地中海進出に難色を示したロシアが、プロイセンと結び、1800年に第二次武装中立同盟を結成する。 これに対してイギリスは1801年デンマークの首都コペンハーゲンを攻撃したコペンハーゲンの開戦4月2日この結果武装中立同盟は解体しロシアスウェーデンはイギリスと和解いデンマークはフランスに接近していった1798年1月よりスウェーデンの朝廷の下、フランス革命戦争の終結を目指したラシュタット会議が開かれるも オーストリアは会議を引き延ばし、退仏大同盟の再建という時間稼ぎに成功する。1798年12月、イギリス、オーストリア、ロシアなどによって第二次退仏大同盟が結成され、1799年にはオーストリアが北、イタリアを奪回する。再びフランスは危機に陥り、国民の間では総裁政府を求断する声が高くなっていった。 この状況の中、ナポレオンは少数の部下と共にエジプトを脱出してフランスに戻り、11月9日、ブルメール18日のクーデターを起こして独裁権を握った。1800年、ナポレオンは反撃のためアルプス山脈を越えて北イタリアに進出。6月14日のマレンゴの戦いでは、フランス軍はオーストリア軍の吸収を受け窮地に追い込まれるが、 逆襲に成功する。モローが率いるライン方面軍も、方ン林ン,ンの戦い、12月3日でオーストリア軍を撃破した。1801年2月9日、オーストリアは、ルネビルの和訳に応じ、カンポ・フォルミオの和訳の内容を再確認した。オーストリアは1798年に、第二次大仏大同盟を結成し、北、イタリアやライン方面に進攻していたが、 その講和によって、第二次大仏大同盟は崩壊し、イギリスのみがフランスとの戦争を続けた。7月にフランスは、ローマ教皇ピウス7世との間にコンコルダートを結び、フランス革命以来の対立関係を解消した。イギリスのみは戦争を続けていたが、1802年3月25日には、フランスとアミアンの和訳を結び講和した。 この後国際平和が一年余り続いた。しかし、フランスによるヨーロッパ市場からのイギリス製品の駆逐や和訳違反行為などにより、再び英仏間の対立が強まり、1803年5月16日、イギリスはアミアンの和訳を破棄し戦線復刻した。戦争の目的は、フランスの球場回復からナポレオンの打倒へと変わっていく。また3月21日に、 ナポレオンに対するクーデター計画に参画したとして、フランス王族のアンギャン公が処刑されたことも、欧州諸国の非難を浴び、再戦に拍車をかけた。1804年5月28日、ナポレオンは、訂正の開始を宣言。12月2日に、退官式を行い、フランス皇帝ナポレオン一世となった。1805年、ナポレオンは、イギリス上陸を計画し、 ドーバー海峡に面したブローニュに18万の兵力を集結させる。これに対してイギリスはオーストリア・ハプスブルク、ロシアなどを引き込んで第三次大仏内同盟を結成した。戦いは率いるオーストリア軍7万のバイエルンへの進行によって開始された。フランス軍は8月下旬にブローニュを進発。9月25日から10月20日に及ぶ。 ウルム戦役において、オーストリア軍を包囲し降伏させた。ナポレオンは、ウィンに入場するが、ロシア皇帝アレクサンドル一世特殊ゾフの率いる、ロシア軍が、オーストリア軍残存部隊と合流し、決戦を挑む。ナポレオンの即位1周年にあたる12月2日、アウステルリッツの戦いにおいて、ナポレオンは、優勢な敵に対し、後に芸術と評される采配を振り干渉した。 その一方で、海戦は、フランスの敗北に終わっていた。ビルヌーブ率いるフランススペイン連合艦隊は、ネルソン率いるイギリス艦隊に捕捉され、10月21日、トラファルガーの海戦で壊滅した。だがこの海戦は、直ちには大陸における、ナポレオンの派遣に影響を与えなかった。12月26日、オーストリアは、プレスブルクの和訳を締結して、フランスエクックス。 翌1806年、ナポレオンは、兄、ジョゼフを、ナポリオンを、弟、ルイを、オランダ王につけ、7月には、西南ドイツ諸法の連合体で、親ナポレオンのライン同盟を成立させた。これに先んじて、オーストリア皇帝フランツ一世を称していた、新生ローマ皇帝フランツ二世は退位した。プロイセンは、中立的立場を取っていたが、 ライン同盟の成立によりナポレオンの派遣が中部ドイツまで及ぶに至って1806年7月にイギリス、ロシア、スウェーデンなどと共に第四次大仏大同盟を結成し10月9日フランスへの単独戦線に踏み切る。しかし10月14日のイエナ・アウエルシュタットの戦いでプロイセン軍は壊滅的打撃を受ける。イエナではフランス軍主力が プロイセン軍の後衛部隊を撃破。アウエルシュタットでは、プロイセン軍主力が2倍の兵力を持って、ダブー軍団に攻撃をかけるが撃退される。フランス軍は追撃に移り、10月27日にベルリンへ入場した。11月21日、ナポレオンはベルリンにおいて大陸封され、ベルリン直令を発布する。これは工業化が進んでいたイギリスと、 ヨーロッパ大陸諸国との貿易を禁止して、イギリスを経済的孤立に追い込むことが狙いであった。だが、逆に交易相手を喪失した、大陸諸国の方が疲弊するという結果になる。フランス軍は、プロイセン国王、フリードリ・ヒビルヘルム3世を追跡して、東プロイセンへと向かい、プロイセンの救援に来たロシア軍とアイラウの戦い、1807年2月7日から8日に突入したが、 吹雪の中の戦いは両軍ともおびただしい死傷者を出し、決着はつかなかった。その後フランス軍が体制を立て直し、フリー・トラントの戦い、6月14日でロシア軍を補足し撃滅した。7月7日から7月9日、ティルジットの和訳が結ばれた。ポーランド分割によって独立を失っていたポーランドは、給料の一部がワルシャワ公国として、 独立を回復した。ロシアは大陸封鎖令に参加した。プロイセンはエルベガワイ勢の領土を失い巨額の賠償金を課せられた。プロイセンの給料にはベストファーレン王国が置かれ、ナポレオンの弟ジェロームが王位についた。一方、屈辱的な敗北を喫したプロイセンでは哲学者フィヒテがドイツ国民に次ぐという公営を行い、また、 シャルンホルストとグナイゼナウによる軍政改革が実施された。1807年10月、ナポレオンとロシア皇帝アレクサンドル一世はエアフルトで会談し、スウェーデンを大陸封鎖令に参加させるために、ロシアが圧力をかけることが確認された。これにより、第二次ロシアスウェーデン戦争、1808年から1809年が勃発し、 敗れたスウェーデンはフィンランドをロシアへ割上するとともに大陸封鎖令に参加したパリ条約。その後、スウェーデン国王カール十三世はナポレオン騎下のベルナドットを養子に迎え入れた。ナポレオンは北欧に信頼できる同盟国を得たかに思われたが、ベルナドットは後に離反し、スウェーデンを退仏大同盟に戻らせた。スペインはフランスと同盟し、 トラファルガーの海戦や1807年のポルトガル侵攻でも共に戦ってきたが、国内では国王カルロス4世とその子フェルナンド7世が対立していた。1808年、ナポレオンは両者を遊兵し、代わって自分の兄のジョゼフを大いにつけた。これに反発した民衆は5月2日にマドリードで放棄。やがて反乱はスペイン全土に拡大する。 反乱を支援するためイギリスはアーサー・ウェルズリー、後の初代ウェリントン公爵らの部隊を派遣する。11月、ナポレオンは自ら20万の大軍を率いてスペインへ侵攻1809年1月までにイギリス軍を駆逐し工事をするとに託して帰還した。だがその後もスペイン側はデディラ戦とイギリスの支援により根強い抵抗を続けた。 このスペイン独立戦争、1808年から1814年は、泥沼の戦争となり、フランスは大軍を貼り付けにした挙句、最終的には敗退する。ナポレオンが、スペインで苦戦しているのを目にしたオーストリアは、イギリスと第五次大仏大同盟を結ぶ。1809年4月9日、カール大公を率いるオーストリア軍は、バイエルンへの進攻を開始した。 これに対してナポレオンは迅速に対応し、4月22日でオーストリア軍を撃破。5月13日にウィーンへ入場した。オーストリア軍主力はドナウ川の北岸に交代した。5月20日から21日、フランス軍はウィーン近郊でドナウ川を溶かしようとするが、オーストリア軍の妨害によって仮橋がたびたび破壊され、 半ワタシのところで攻撃を受ける。このアスペルニエスリンクの戦いは、ナポレオン自身の指揮による初めての敗北となった。しかしその後、フランス軍は、バグラムの戦い、7月5日から6日で、オーストリア軍に勝利。10月14日、オーストリアは、フランスとシェーンブルンの和訳を結び、領土価値上と驚愕の賠償金を課せられた。1810年、ナポレオンは、 皇后ジョゼフィーヌを皇子を埋めないという理由で離別して4月2日にオーストリア王女マリー・ルイーズと再婚した。1811年3月20日に王子ナポレオン2世が誕生しローマ王となった。この過程で教皇領はフランスに併合されローマ教皇ピウス7世は遊兵された。この頃ナポレオンの派遣はオランダ、ハンブルク、ローマなどを併合したフランス帝国のほか。 支配下のイタリア王国、兄ジョゼフが王位にある、スペイン、弟ジェロームが王位にある、ベスト・ファーレン王国、規定のミュラが王位にある、ナポリ王国、従属的な同盟国のスイス、ライン同盟、ワルシャー公王国、そして対等同盟国のデンマーク王国に及び、ナポレオンの絶頂期と評される。大陸封鎖令を出したことで、イギリスの物産を受け取れなくなった。 ヨーロッパ大陸諸国は経済的に困窮した。1810年、ロシアは大陸封鎖令を破ってイギリスとの貿易を再開。ナポレオンはロシア攻撃を決意する。1812年6月23日、27万のフランス軍を主体とし、同盟国の軍隊を含む70万の大陸軍が国境のネマン川を渡った。ロシア遠征の始まりであった。 ロシア軍の戦略は退却によってフランス軍をロシア領の奥深く引きずり込み、焦土戦術によって食料の補給を断つことであった。8月17日にはスモレンスクが陥落するが街は消失させられていた。9月7日、モスクワ西方のボロジノでクトゥーゾフ率いるロシア軍はフランス軍との決戦を試みる。このボロジノの戦いは フランス軍の侵攻に終わり、結局ロシア軍は焦土戦術を強化した。九月十四日、ナポレオンはモスクワに入場した。市民の大部分は町を脱出した後であった。十四日の夜からモスクワの大火が起き、モスクワの町は四日間にわたって燃え続け、四分の三が消失した。これによってフランス軍は住居も食料も失ってしまう。ナポレオンは アレクサンドル一世との和平交渉を心みるが、返事はなく、冬が近づいていた。10月19日、ナポレオンは、モスクワからの撤退を決意した。撤退するフランス軍に対して、ロシア軍のコサック騎兵や、農民のゲリラが襲いかかり、さらには11月に入ると冬将軍が到来し、上と寒さで死亡する者が続出した。10月23日には、 パリでによるクーデター未遂事件が起きる始末であった。撤退の過程で大陸軍では37万が死亡し、20万が捕虜となった。12月10日にネマン川を越えて帰還したのはわずか5000であった。だがこの戦いでロシア軍も40万を失ったのだった。1813年3月17日、ナポレオンのロシアでの大敗を目にして、 プロイセンはフランスへ宣戦した解放戦争。ナポレオンは急ぎ軍隊を再建し、5月2日、5月20日から21日で、ロシアプロイセン連合軍に対して勝利した。だがその頃スペインでもフランス軍は危機を迎えていた。6月21日、ビトリアの戦いで、ウェリントン公を率いるイギリス軍が、フランス軍を破った。ナポレオンへ。 皇后マリー・ルイーズを嫁がせていたオーストリアは、停戦を仲介するが、和平交渉は決裂。イギリス、オーストリア、ロシア、プロイセン、スウェーデンによる第6次大仏大同盟が成立し、8月11日、オーストリアもフランスへ宣戦線した。10月16日から19日のライプツィヒの戦い、諸国民の戦いは、ナポレオン戦争における最大の戦闘を取った。 19万のフランス軍に対して36万のロシア・オーストリア・プロイセンスウェーデン連合軍が包囲攻撃をかけ、フランス軍は多くの死傷者を出して敗走した。1814年、戦場はフランス国内に移った。東からは連合軍が殺到し、南からはスペインを制圧したイギリス軍が侵入した。ナポレオンは局地的な戦闘でたびたび勝利を収めるが、 大局的な劣勢は覆しようもなかった。3月31日に連合軍はパリに入場。4月6日、ナポレオンは退位し、エルバ島の少量師として追放された。ナポレオンの退位後、9月1日からウィーン会議が開催され、戦後体制について話し合われていたが、各国の利害が絡んで父として進展しなかった。フランスでは、ルイ世が即位して、 王政復古がなされたが、その政治は国民の不満を買っていた。こうした状況の隙をついて、1815年2月26日に、ナポレオンはエルバ島を脱出し、フランスへ上陸する。国民もこれを歓迎し、ルイ18世は逃亡。3月20日、ナポレオンはパリに入場して、再び定位に着いた。各国は第七次大仏大同盟を結成して、 ナポレオンの打倒にかかった。ベルギー方面にウェリントン公を率いるイギリス・オランダ連合軍とブルヒャー率いるプロイセン軍が展開した。ナポレオンはフランス軍主力を率いてベルギーへ向かい6月15日リニーの戦いでプロイセン軍に勝利。グルーシーに別動隊を与えてプロイセン軍を追撃させ自身はワーテルローでイギリス・オランダ連合軍と対峙した。 6月18日、ワーテルローの戦いが開始された。フランス軍とイギリス・オランダ連合軍が激戦を繰り広げている。最中、グルーシーの追撃を振り払ったプロイセン軍が続々と戦場へ到着し、フランス軍の側面に猛攻をかけた。これが決定的な打撃となり、フランス軍は改装した。プロイセン軍は夜通しの追撃を行い、フランス軍は 完全に崩壊した。こうして、ナポレオンの復活は100日天下に終わった。6月22日、ナポレオンは再び退位し、セントヘレナ島へ入るとなった。フランス革命以降断続的に20年以上に、渡って続いた戦乱は、11月20日の第二次、パリ条約の締結をもって、正式に終結した。オランダ本国がフランスに併合されたことで、 オランダの植民地もフランスの支配下となった。しかしこれらの植民地はアミアンの和訳の破棄後、政界権を確保したイギリスによって次々と攻略れた。オランダ領政論は1796年、政論進行、オランダ領ケープ植民地は1806年、フランス領セネガルは1809年、 フランス領モーリシャスとオランダ領モルッカ諸島は1810年、オランダ領ジャワは1811年に陥落した。ウィーン会議の結果、これらの内セネガルはフランスに、モルッカ諸島とジャワはオランダに返還されたが、セーロン・ケープ植民地、モーリシャスはイギリス領となった。ナポレオンは1803年にフランス領ルイジアナをアメリカ合衆国へ売却し、 北米大陸からは撤退した。中南米のフランス領及びオランダ領もイギリスによって攻略された。フランス領ハイチは1803年、フランス領セントルシアとオランダ領ギアナは1804年、オランダ領アンティル諸島は1807年、フランス領ギアナとフランス領マルティニークは1809年に陥落した。セントルシアはウィーン会議後にイギリス領となった。また、 1812年には、イギリス海軍による海上封鎖によって、アメリカとヨーロッパとの交易が途絶えたことで、米英間の圧力が高まり米英戦争が勃発した。最終的にアメリカは、イギリス軍を退け、イギリスの海上派遣化からの離脱に成功した。1808年に、長崎で起きたフェイトン号事件は、ナポレオン戦争の余波が日本にまで及んだものと言える。10月4日、 文化5年8月15日、イギリス戦フェイトン号が、当時フランスの支配下にあった、オランダの船舶の打法を目的として、長崎に侵入し、オランダ人を人質として、浸水や食料の提供を要求した。長崎武行の松平康秀は、フェイトン号を撃退する戦力を有しておらず、この要求を受け入れた。後に、松平康は、事件の責任を取って切腹し、 勝手に兵力を減らしていた、鍋島ハンカ家老等数人も、責任を取りて切腹した。各国の利害が錯綜して、進展の遅れていたウィーン会議は、ナポレオンがエルバ島を脱出すると、各国の妥協が成立し、1815年6月にウィーン議定書が合意された。ナポレオンの完全失脚後、主要戦勝国によって、新政同盟が結ばれ、ヨーロッパは、復古主義、 正当主義を原理とするウィーン体制下に置かれることとなった。だが、ナポレオン戦争の過程で民主主義、近代法、特権階級の廃止などのフランス革命思想がヨーロッパ各地やラテンアメリカなど一部の植民地へ伝播した。ナポレオン法典を基礎とした諸法典は旧体制の復活の後も各国に残された。革命思想は1848年革命の 思想的基盤となってゆく。同時にナポレオン戦争は民族主義が広まる契機となった。民族主義はヨーロッパの歴史を大きく変え、その後100年間にヨーロッパ諸国は封建領主の領土を単位とした領域から国民国家へと変した。一方でナポレオンが意図したヨーロッパ統一国家の構想は画化した。ヨーロッパ統一の機運が再び高まるのは 第二次世界大戦後のことになる。フランスではナポレオンが失脚し、フランス革命以前のアンシャンレジームが復活した。国内には王党派とボナパルティストとの深刻な対立が残された。しかしフランス復興を成果の反動的な政治体制は長続きせず、やがて7月革命で打倒される。後にナポレオン3世が獲得したサボアとニースを除いて、 今日のフランス本国の領域が確定した。そして人口面において当時ヨーロッパで最大の人口を誇っていたが、この戦争による人的存亡によりドイツ等に人口が抜かれることになり、以後ヨーロッパにおいて圧倒的な覇権を得ることはなかった。イギリスはケープ植民地をはじめとする海外領土を獲得した。さらにフランス、スペイン、オランダ、 デンマークなどの海軍を打倒したことで、イギリス海軍が世界の海における正海権を確立し、大陸封鎖令とそれに対抗する海上封鎖というフランスとの経済戦争にも勝利して植民地貿易における支配力を強め、イギリス産業が交流した。19世紀におけるイギリスの派遣国としての地位は揺るぎないものとなった。ドイツでは、 ナポレオンの侵略に駆使したことで民族主義運動が高まりドイツ連邦が結成されドイツ統一運動へと発展していったその中でプロイセン王国がラインラントをはじめとする領域を獲得大国として台頭しドイツ統一を主導したオーストリア帝国も軍政改革を達成してナポレオンの攻撃に耐え抜き戦後は北イタリアを獲得して大国としての地位を維持したが 次第にプロイセンとの対立が深まっていった。ロシアはナポレオン戦争においてその強力な陸軍をイタリアやフランスにまで派兵し戦後は新生同盟を提唱して自由主義運動を封じ込めヨーロッパの旧体制の中核として国際的地位を高めた。しかし濃度性を色濃く残す国内経済は西欧諸国と比べて立ち遅れた。ロシアの遅れが明白になるのは クリミア戦争でのことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。